JR 静岡駅のアスティ静岡西館で開かれたこのイベントは、清水エスパルスのクラブ創設30周年記念試合として7月2日に国立競技場で行われるエスパルス対マリノス戦の機運を高めていこうと企画されました。会場ではエスパルスのスタジアム DJ を務めている鈴木勝馬さんとクラブリレーションズオフィサーの大江ノ木克美さんによるトークライブが行われました。大江ノ木さんは J リーグ発足時の雰囲気や現役時代のエスパルスでの思い出、そして国立競技場が選手にとって特別な場所であるということなど、今だから言えるエピソードトークを交えて語り、会場を沸かせました。大江ノ木さんはエスパルスをこの先50年、100年と地元の皆さんと歩んでいけるクラブ作りをしていきたいとも話していました。またエスパルスのマスコットパルちゃんが応援に駆けつけ、館内を歩いて写真撮影に応じるなど、交流する中で記念試合の PR を行いました。清水エスパルス30周年記念マッチ、横浜 F マリノスとの戦いは7月2日土曜日、東京国立競技場にて夜7時にキックオフです。しっかりキープして前線に攻め続ける、アグレッシブなサッカーで横浜マリノスを倒します。30周年なんで30対0とは言わないんで3-0で。鈴木唯人選手のゴール期待してます。松岡選手からのスルーパスで鈴木唯人選手にぜひゴールを決めてもらいたい。絶対勝ち点3。西澤健太選手のゴールで勝ちたいです。西澤健太選手頑張ってください。そうですね、30周年なのでとりあえずもう勝利、とにかく勝利で、もサポーターも本当そこに向けてみんなで盛り上げようっていう風にもう一致団結してますので、みんなで選手とサポーターとスタッフとみんなで盛り上げられたらいいなと思います。30年の歴史があるので、やっぱり今まで在籍してくれた選手の思いももちろんサポーターの思いも込めて勝ち点3っていうのは絶対に欲しいです。はい、必ず勝ちます。そうですね、マリノス強いんで、鈴木唯人選手、サンタナ選手頑張ってもらってゴール量産してほしいと思います。サンタナ選手のゴールで勝つぞ。唯人とね、じゃあチアゴのゴールで2対0で勝ちますよ。清水、最近勝ち試合を見れてないのでぜひ国立競技場で勝ってほしいです。頑張れエスパルス。鈴木唯人選手とオセフン選手で絶対勝つ。後藤選手頑張ってね。そうですね、ブラジル人監督になったのでちょっとブラジル人結構多いので、その中心とした攻撃とか期待しています。ゴールのたくさん決まる強いエスパルスを期待してます。チアゴサンタナ頑張れ。サンタナ選手のハットトリックで3対0で勝ってほしいです。